高島秀幸は、大阪府大阪市生まれのエンジニア、実業家。2018年現在、GMO フィナンシャルホールディングス株式、会社代表志向役会長、GMO クリック証券株式、会社代表取締役会長、GMO コイン株式、会社代表取締役会長、株式会社メディバンは、代表取締役社長、GMO アオゾラネット銀行株式会社、 元々はオンライントレードである松井証券のネットストック開発の中心エンジニアであったがその後も数社でのオンライントレードシステムの開発やネットバンクの立ち上げに関わりアクセンチュアではオブジェクト指向の開発と金融系のネットビジネスのコンサルを担当ライブドアでは夜間取引とネット銀行の設立準備を担当した証券会社を作り銀行や 夜間取引を作る準備や申請をしたため、金融業界に広い人脈を持つ。本人の夢は、ネットでの全ての商品の取引や決済ができる、ユニバーサルバンクを作ることであるという。金融や証券に精通しているのはもちろん、最先端の技術などにおいてもスペシャリストである。インターネットとウェブマーケティングにも詳しく、マーケティング会社を使わず自らマーケティングを行っている。 ソムリエになりたいほどのワイン好き、将来の夢はワイナリーを作ることとも言われている。また、かなりのアニメ、漫画好きな社長としても知られ、本人が公開しているブログの中でも紹介されている。好きなアニメ、漫画は、ハンター、ハンターと、鋼の錬金術師で、一週間に購読している漫画雑誌の数は6種類にも及ぶという。また、中学時代には、 100メートル走で未だに破られていない大阪府大会記録を出している。インターネットでは5年ほど前に千葉で大きなテニスサークルを作ったりと多言。ありがとうございます。